石原元知事に対しまして、平成24年にですね、東京地裁に訴状が提出されております。東京都を被告といたしまして、住民が訴訟をしたということで、ございます。で、この対応について若干変更したいと、このように考えているというお知らせでございます。で、これまでの東京都でありますけれども、石原氏に対しては損害賠償責任は存在しないとの方針の下で訴訟活動を行ってきたというのが、これまで21回にわたります訴訟のに対しての東京都の対応でございました。訴訟代理人の交代を行うことによって、さらに訴訟対応チーム、これを結成することによりましてですね、これまでの取ってきた東京都の元知事に対しての対応に変更が生じるのかどうか、これはまず改めてこれまでの売買契約等精査をさせていただくということでございます。現時点でどちらの方向に行くということではございませんが、この訴訟に関して検証を改めてし直すというところから始めるのが必要ではないかと考えた次第です。